今回は、落語界の巨匠と呼ばれた六代目三遊亭円楽についてお話ししたいと思います。六代目三遊亭円楽は、2022年9月30日に72歳で亡くなりました。彼は、1970年に五代目三遊亭円楽に入門し、2010年に六代目三遊亭円楽を襲名しました。テレビの演芸番組笑点や NHK 新春落語などで長年活躍し、多くのファンを魅了しました。六代目三遊亭円楽とは、どのような人物だったのでしょうか？彼が残した功績は何だったのでしょうか？この動画では、六代目三遊亭円楽の生涯と功績を振り返ります。この動画が良かったという方は、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また、感想やリクエストなども、コメント欄にてお待ちしています。それでは、早速始めていきましょう。まずは、経歴からお話ししていきます。六代目三遊亭円楽、愛安道は、東京都墨田区出身で、青山学院大学法学部を卒業したエリートです。1970年4月の青山学院大学在学中に、五代目三遊亭円楽のカバン持ちのアルバイトに志願。その後、付き人を経て、スカウトされ入門し、大師匠の六代目三遊亭円匠の命名により楽太郎を名乗ることとなります。年齢によっては、この楽太郎の名の方が、馴染みがあるかもしれませんね。円楽の楽に長男を意味する太郎で、楽太郎となったそうです。なお、当時円楽一門には兄弟子の楽松がいましたが、楽松については、六代目円匠の本名松尾の松を与えたとされています。この時、実は、他の名前の候補として、道楽、楽、楽がなどがあったそうです。大学の頃には、落語研究部に所属しており、後に兄弟子となる三遊亭楽松とは、落研の発表会で会うなど、入門前から面識があったそうです。1976年7月には、二つ目に昇進。1977年8月28日に、六代目三遊亭円叟の後任として笑点のレギュラーとなります。五代目円楽の交番で欠員が出ていたため、五代目が着ていた薄紫の色紋付きを着用することとなっています。1978年、落語協会分裂騒動で、師匠と共に落語協会を脱退し、落語三遊協会所属となります。1979年1月には、放送演芸大賞最優秀ホープ賞を受賞しました。1980年に落語三遊協会が解散し、大日本すみれ会現五代目円楽一門会の所属となります。1981年1月には、若手落語家努力賞受賞し、その年の3月には、真打ちに昇進したんです。2007年より博多、天神落語祭りのプロデュースを手掛けており、東西の大物落語家なども登場する一大イベントとなっている。2010年3月1日に、署名の三遊亭楽太郎から師匠の名跡である、六代目三遊亭円楽を襲名しました。2016年6月10日には、写真週刊誌フライデーに、40代女性と錦糸町のラブホテルへ入る様子を撮影され、釈明会見を開き不倫関係にあることを認めました。この際、冒頭で相手との出会いや関係について、自らつまびらかに語り、不倫相手、フライデー、妻、落語関係者、笑点関係者に対して謝罪と感謝の言葉を述べ、報道陣の質問にも制限をほとんど設けずすべて答えたため、神対応と評価されました。なお、掲載直後の笑点の大喜利では、挨拶の前に、司会の春風亭昇太からこの不倫報道を理由に問答無用で、座布団を全部没収されました。座布団の没収で済むなら安いもんですよね。わら、2017年6月に開かれた落語芸術協会の総会において、客員での加入が認められ、同日より五代目円楽一門会と並行して、落語芸術協会の落語家としても活動していました。これにより、落語協会脱退以来39年ぶり。
厳密には六代目円楽襲名披露興行を落語芸術協会の協力の下、定石興行にて実施しているため、それ以来7年ぶりに定石興行に出演できるようになったんです。また、この加入は単身での加入であり、六代目円楽門下の弟子は引き続き五代目円楽一門会のみの所属となっています。しかし、2017年以降より、席亭の方針と円楽本人からの打診により、新宿末広亭に円楽一門会の出演枠ができたことを皮切りに円楽の代演、あるいはゲストとして、五代目円楽一門会所属の落語家たちが、落語芸術協会の番組に継続的に出演する機会が増えています。闘病からお別れ、最初に入院したのは58歳の時でした。人間ドックで大腸ポリープが見つかり、検査したところ大腸がんと判明。手術で全摘して10日ほどで退院したが、夏休み中で仕事に影響がなかったことから、この時はメディアに公表しませんでした。2018年9月28日に、自身の所属する事務所の公式ホームページを通じて、初期の肺がんであることを公表。翌月の5日に手術を行い、12日に復帰しています。2019年5月24日から26日にかけて、札幌市内の3カ所のホールを会場に、三遊亭円楽プロデュース札幌落語祭り第1回を開催。同年7月18日には、検査で脳腫瘍が見つかり、19日、検査と治療のため3週間ほど入院することを発表しました。8月11日、病院からの一時外出という形で、国立演芸場、8月中席に出演、トリを務め、高座復帰を果たし、19日に退院しています。2020年11月に開催された、新型コロナウイルス感染症流行下における、がん検診の重要性を訴えるセミナーで、2019年に肺がんが再発していたが、ごく初期のため、薬を変えて検査数値が良くなったこと。過去に、初期の大腸がんも患っていたこと、現在も毎月がん検診を受けていることなどを報道陣に明らかにしました。2021年6月13日、有楽町読売ホールにおいて、弟子の伊集院光と二人会を開催。2020年5月に、伊集院のラジオ番組にゲスト出演した際に、円楽が開催を持ちかけたことがきっかけとなったようです。2022年1月25日、脳梗塞のため入院したことを所属事務所が26日に発表。2月18日、脳梗塞の治療は、終了したものの、さらなるリハビリの継続と既往症である。肺がんの経過観察、治療等の理由から退院のめどが立たず、大事をとって今年の夏頃まで休養することを所属事務所が発表しました。5月20日に退院し、復帰を目指して自宅療養に戻ったことを所属事務所が発表。同年7月19日、国立演芸場の8月中席で、高座復帰することが明らかにされました。脳梗塞の後遺症で左半身には麻痺が残り、車椅子での移動が必要な状態でありましたが、復帰した際のイベントでは、まだ、死んでねえよとブラックジョークを発する気概を見せた姿は印象的でした。8月11日、国立演芸場の8月中席で高座復帰し、猫の皿を披露。同日の取材では、高次脳機能障害として短期記憶障害があることを明らかにしました。なお、同席には4日間出演し、同月20日の千秋楽に出演した際は、車椅子でハンドマイクを使っており、声もかすれ気味で、この2、3日、ぜいぜい、ひいひい言ってる。肺炎ではないが、肺に水が溜まっていると話していました。この20日の講座が、結果としては、公の場で見せた最後の姿となってしまいました。同年8月26日、息苦しさを感じて、主治医による検査を受けたところ、軽度の肺炎を発症していたため入院。数週間の入院の見通しであることから、8月30日に予定されていた三遊亭円楽独演会の中止を発表。同年9月30日午前9時28分、肺がんのため、東京都内の病院で息を引き取りました。
同日に所属事務所が公表、マスコミが訃報の第一報を配信したのは同日17時頃でありました。享年72歳でした。人物像と逸話、自身が生業としていた落語の魅力を、日本人が考えた最高のエンターテインメントと形容しており、僕は落語をやってくれる人、落語を好きな人はみんな好き。たった一人で小宇宙を作って、うまくやれば喜怒哀楽の全部が、落語の中にある。もっとキザに言えば、いい時代の日本人がいた。そういう時代を忘れてるわけでしょ。日本人の忘れ物がね、優しさとか人情とか、愛だとか友情とか。それが全部落語の中にあるわけ。だから日本人の忘れ物は落語の中に取りに行けばいいと語っていました。父は島根県隠岐郡西郷町出身の警視庁の警察官でした。父への反抗心からか、学生時代には文徒に所属し学生運動にも参加していましたが、ユートピアを追うことに疲れ、その時に落語を聞き返したところ、その中にユートピアがあることを発見し、落語に生きることにしたと語っています。20歳で円楽に弟子入りし、おおむね5年ごとに節目を迎えてきたため、いつしか5年計画で物事を進めるようになったそうです。そのため、円楽襲名の話が師匠からあった際も、すぐにというわけではなく、その5年ごとの節目にもあたる、60歳にという意向で、6代目襲名の話を進めることになったと語っています。最初の弟子には、後に放送作家に転身した石田明宏がおり、2番目には、タレントに転身した伊集院光がいます。歌丸との関係、5代目円楽の司会就任以降、大喜利メンバーの先輩である歌丸とは、4代目三遊亭小圓遊とのやりとりを、彷彿とさせるような罵倒合戦を繰り広げており、歌丸司会の当時は、政治批判や時事ネタを活かして座布団を獲得するも、罵倒ネタ主にやるかジジイなどのジジイネタ、髪の毛にまつわるハゲネタ、臨終や葬式などの死亡ネタなどを用いて、大量ないし、全部没収されてしまうことがしばしばありましたね。番組内では、敬遠の中を演じていましたが、若手時代にネタに困っていた楽太郎に歌丸が、俺のことでもいいからとアドバイスしたのが、罵倒合戦の始まりで、歌丸との仲はよく、二人会等番組外での共演も多く、メキシコで一緒に海外公演を行ったこともありました。円楽が主催し、東西の落語家が協会の垣根を越えて出演する博多、天神落語祭りにも、歌丸は、亡くなる前年の2017年まで、毎年出演していました。六代目円楽襲名の際、先代が死去していたこともあって歌丸が後見人を引き受け、襲名披露を落語、芸術協会の上席興行で実現させました。長年にわたる関係から、円楽の歌丸へ対する尊敬の念は大きく、2015年10月には桂歌丸師匠を人間国宝にする会を立ち上げ、歌丸を落語界4人目の人間国宝にすべく、署名運動を展開したこともありました。2018年7月に歌丸が死去した際には、コメントで歌丸について、話し家としての父である、師匠の5代目円楽に次いで、自身を支えてくれた、最後の父親と称し、歌丸への思いを綴りました。歌丸との生前最後の対面となった、同年6月20日の見舞いの際には、その様子を共に見舞った、笑点の番組関係者がビデオ撮影しており、その映像が、7月12日に日本テレビで生放送された、歌丸の追悼特別番組で歌丸生前最後の映像として公開されました。歌丸の死後、最初の放送となった7月8日の笑点は、歌丸追悼スペシャルと題して、歌丸を偲んでの追悼大喜利が行われ、この中で円楽は大喜利最後の回答で指名され、亡き歌丸に対して、涙声になりながらもジジイ、早すぎるんだよと叫び、長年の罵倒合戦を締めくくりました。桂歌春を筆頭に、歌丸の5人の弟子たちとも歌丸の生前より親交があり、2022年9月の円楽の死去に際しては、それぞれ SNS 等でコメントを発表し、
歌春は自身の SNS 内にて追悼のコメントとともに、弟子の誰よりも歌丸に可愛がられて、焼いてましたと吐露しています。前述通り、2016年に得度しており、歌丸の葬儀では、僧侶が用いる国衣と袈裟を着て参列していました。一方で、円楽自身が死去した際には、歌丸の夫人、椎名富士子が弔問に訪れていました。以上で、六代目三遊亭円楽の生涯と功績についてのお話でした。彼は、落語界に多大な影響を与えた人物でした。彼の持ち味である、毒舌やインテリ風のキャラクターは、多くの人を笑わせました。創作した新作落語や、プロデュースした落語祭りは、落語の魅力を広める役割を果たしましたね。そして、彼の育てた弟子たちは、彼の教えを受け継ぎ、今後もきっと活躍することでしょう。六代目三遊亭円楽は、私たちに笑いと感動を与えてくれた、素晴らしい落語家でした。この動画が、良かったという方は、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。